沈没した KAZUI の引き揚げ作業は昨日午後3時過ぎから始まり、およそ4時間後の午後7時ごろ、事故からおよそ1ヶ月ぶりに海面近くに姿を現しました。 KAZUI に外見上大きな損傷は見当たらず、作業船海進に船体を横付けして固定し、斜里沖の浅い海域へ移動しました。午後10時半ごろには船体の引き揚げが始まり、今日午前3時20分作業が終了しました。海進は船体の水抜きをしながら、およそ60キロ離れた網走港へ向かい陸揚げする予定です。